新年明けましておめでとうございます。2021年もよろしくお願いします。ハッピーニューイヤー。毎年札幌ドームで開催している、はい、北海道最大級のイベントに行きたいと。夜くん TV 2020ハロキュー、レッツゴー。なんと毎年札幌ドームで開催している、はい、北海道最大級の環境 SDGs イベントに行きたいと思います。はーい、やるくん TV では北海道へ出発。はいはいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、どこ行くの？北海道でしょ。あのね、実際には行かないのよ、今コロナで危ないから。パソコンで今回。え、パソコンで？はい、今回パソコンで行きます。すごいね、CC。 はい、こちらです。今回の会場はこちらになります。すごーい、すごい。こちらがですね、はい、環境広場札幌2020バーチャルツアーになります。おー、すごーい。はい、毎年札幌ドーム来場3万人で開催している北海道最大級の環境 SDGs イベントをバーチャル空間に再現。コロナでイベントの中止や外出自粛となり寂しい思いをしている親子にゲーム感覚で学べる機会を提供。テーマは次世代の子供たちが笑顔で暮らせる SDGs 未来都市で、自宅で環境やSDGs を楽しく学べるとなっています。はい、それではね、まずバーチャル動物園行きましょう。はい、はい、動物園。はい、動物園へ向かってください。お、すごい。こうやって進むんだ、すごいね。はい、エコチルバーチャル動物園着きましたか？はい、はい、着きました。はい、じゃあエコチルバーチャル動物園入ってください。はい、入りまーす。シャキ、おお、おー、ゾウさんいるね。ゾウさんいる、すごい。ゾウいる、ゾウさんいるね。じゃあ中に入ってみて。すごくない？これすごい、ゾウさんでっか。ゾウさん、ほら、シーシー、これ、でっかでっかでっかこいしょ、でっかいね。でっさ、こういう動物の秘密だって。動物、はい、じゃあ、いろいろちょっと見て回ってください。動物の秘密。じゃあ、ピーネカだ。日本コウノトリの説明が書いてある。へぇ、はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ、こちらよ。ほい、う、ハグ、緑だって。どうぞ。かわいい、わ、かわいい、鳥さんだ。かわいい。うわ、うわ、すごっ、すごい。パンってなったね。本当？やばっ。やばいね。かわいいね。はい、じゃあ次行きます。はい。これ。どうしよう。ちゃん。あ、あ、かっこいい。これは札幌動物園だ。札幌の動物園。へえ。ちょっと見てみよう。あ、あ、あ、ない
べてる。パク。お魚。じゃっかと。かわいい。ち。すごいね。はい、じゃあ次お願いします。はい。ちん。これ。かわいい。次はどこ行くんですか？あ、コアラもある。コアラ見てみたら？コアラ。金沢。金沢どうする？どうぞ。お。お。ちょい。お。ちょ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 。ちょ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 。すごいね。コアラ。大興奮じゃないでしょうか。すごい。すごい。やば。やばいね。かわいいね。コアラかわいいね。うん。チーター。うん。かわいいね。ピピッと。あれ、どこにいるかな。隠れてるね。ママの中に隠れてる。これ。はい、じゃあ次お願いします。はい。すごいね。次はどこ行くんでしょうか。まずペンギンからちょっとね。ペンギン。旭山動物園。お、ちょい。あ、そう、ペンギンだ。ペンギンだ。ちょい。あ、あ、散歩してる。お散歩してくてくて。ちょちょちょ。ちょちょちょ。すごいね。すごいね。不思議。うん、歩いてるね。もうパタパタしてる。これ赤ちゃん、シシ、赤ちゃん、赤ちゃん。ダメ。ダメ。なんでダメなのかよ。あ、泳いでる。早いね。ちょちょちょい。すごいね。ちょちょちょい。かわいい。かわいいね。はい、じゃあ次お願いします。はい。シシちゃん。どうする？どこい？これ。ピーさん、ポチ、お、すごい、うん、じゃあポチ、再生、お、シュンコさん、お、ちょ、ちょ、ちょ、お、ペンギン、お、すごい、ペンギン、ドーナツみたいな浮き輪だね、ハム、ハムってしてる？どういいじゃん、シロクマ、かわいい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 、すごい、すごい、すごいの？ハムって、ハムってしてる。ね、ね、口にくわえてたね。うん。あ、お、立った。もっとくれって言ってんじゃないし。はし。うん。はい。じゃあ続きまして、札幌国際芸術祭ブースっていうところに行きましょう。なるほど。はい。はい。じゃあ札幌国際芸術祭入ります。入ります。初期初期。ちょちょちょい。見て。出た。いや。お、出た。出た。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌国際芸術祭最悪2020のこんにちは。うんとねだって。楽しいアートメディエーションプログラムを紹介。え、アートメディエーションって何って？うんとね、アートメディエーションはアートをもっと楽しんでもらうための取り組みだよ。プログラムは全部で4つ。音声ガイド、ワークブック、インスタグラムの写真コレクション、そしてオリジナルゲーム。うんとね、もっと詳しい情報は公式ウェブサイトに。楽しんでくれると嬉しいな。大事。バイバイ。バイバイって。バイバイって。はい。こんなのもね、あるんだね。すごい。すごいね。ちって。じゃあ、次行きましょう。はい。はい、出たら、4。びっくりドンキー。行きましょう。じゃあ、ここ。びっくりドンキーあった。びっくりドンキー。びっくりドンキー。はい、じゃあ入ってください。びっくりドンキー。ハンバーグレストラン。ハンバーグレストラン。はい。
っちゃい。おー、おいしそう。おいしそう。大興奮でございます。1は出てこなかったね、シシ。あ、これね。はい、押してみて。おじい、おうちでドンキーテイクアウト&デリバリー。こうやってデリバリーもできるんだよね。すごっ。すごいね。やべ、はい、食べたいよ。お腹すいたね。ウーバーができる。ウーバーイーツもやってんだね。すごいね。はい、デリバリーサービスもできるってことね。はい、はい、じゃあ、出ましょう。はい、はい、よし、出ました。出ました。ほっ、あ、ここなりちょっと行ってみて、行ってみて、行ってみて、行ってみて。ちょっか、お、ここなに、スキージャンプみたいのしてるね。ねえ、ちょっと見てみたら。スポーツ体験だって。ねえ。お、すごい。すごいね。いろんな動画があるね。うん。スキージャンプ。なる、なる、な、なる、なる。あ、こっちがサッカーしてるね。あ、サッカーしてるね、こっち側。サッカー、サッカー、サッカーしてるね。サッカー、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 サッカー。こっち。テレビ塔だって。バーン、バーン、バーン。色があるね。こうやって楽しみながらこうやって 3D のとこでお散歩もいいよね。ないかな、何があるかなって。次どこに行こうかなって。何があるかな。ほんといろんなブースがある ね、 あ、こっちか。お、恐竜、恐竜、恐竜。スタンド側からこう見下ろすこともできるね。わ、来た。すごい、すごい。ねねねで、あ、なんかあるよ、こっち。本当だ、これなんだろうね。あ、ブーブーあるじゃん、シーシー。あ、本当だ、ブーブーある。ブーブーいっぱい、ブーブーいっぱいあるね。ブーブーいっぱい、すごいね。ブーブーいっぱいあるね。降りる階段。ブーブー行く、シーシー。ブーブーこっち行く。なんか札幌をいろいろ知れるよね。うん、すごい。ブーブー、あった、あった、シシ、ブーブー、あった、ブーブーあったね。何がいいかな、パトカーがいいかな。ブーブーあった、パトカーする。あ、ちょっと、あ、ブーブーあった、わ、ブーブーあった、ブーブーあった。すごい、360度、あ、ブーブーあった。お、お、すごい、シシ、ブーブーあった。あ、すごい、360度見れる。すごいね。パトカーだよ。あ、かっこいいね。あ、あった、あったね。わぁ、見て、すごいね、かっこいいね。だ、だ、かっこいい、バイク、すごい。あ、あそこはブーブー、かっこいいね、白バイ、すごいね。あそこ、ブーブー。そこ出たら、今度スノーミクっていうとこ行ってみて。スノーミク、めちゃめちゃ可愛いよ、スノーミク。へぇ、すごい、入ってみて。はい、可愛い、なんかいるね、シーシー。可愛い、前も見えないの。
なんかギャラリーとかもめちゃめちゃ可愛いよ。へえー、すごい。可愛い絵がいっぱいある。こっちか。ああ見て見て、シンシン、シンシン。可愛い。マーちゃん。可愛いね。ワンちゃんかな。何かな。すごいね。あこれか。可愛いね。あこれか。マーちゃん。スノーミクめっちゃかわいいな。かわいい。すごい。食べ食べ。お。うそい。あいっぱいいっぱいいるスノーミクが。いっぱいいっぱい夢み雪ミクだって。雪ミク。あすごい。すごいね。あーだってハブだ。うんすごいね。スノーミクしか勝たん。雪ミクしか勝たん。YouTube 今回は環境広場札幌2020バーチャルツアーをしました。はい、ゆるくんいかがでしたか。いやもういろんなのがあって、動物園やら初音ミクやら超楽しかった。超楽しかったですか。楽しかった。はい、ママいかがでしたか。ママも今まで知らなかった、札幌の魅力とか、そういうのをこうインターネット上で知れるから、すごいいいなと思ったし、まあ、人が他の人がいないから、自分が見たいところをゆっくり見れるっていうのはすごいいいなっていうふうに思いました。そうだね、もう今やっぱり密っていうのがね、ね、本当コロナの影響をねやっぱり回避できるからね、お家の中でそうやって楽しめるってね。お家にいながら北海道最大級の環境 SDGs イベントを楽しめるっていうのがいいですよね。楽しかった、楽しかった。はい、環境広場札幌2020バーチャルツアーの詳細は概要欄をチェックしてください。はいはいはい、はい、次回もまた皆様ゆるくん TV でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。みんなもやってみてね。